エルズルム県はトルコ、東アナトリア地方の県。県とはエルズルム。非常に多くの県と接しており、北から時計回りにリゼ、アルトビン、アルナハン、東にカルス、アール、南に、ムシュ、ビンギョル、西にエルズインジャン、バイブルトと接している。エルズルムには19の開業聖区がある。エルズルムはトルコで4番目に大きい。さらに標高が高く、多くの高原では、 標高が2000メートルを超え、山岳地帯では3000メートルを超える場所もある。山岳地帯と高原の間に、くぼみがある。南方山岳地帯は、パランド県山脈ャハーベルト山脈などがある。北部山脈は、北アナトリア山脈の中でも、有数の高度を持っており、メイセット山脈、カーゲイプイザー山脈、アリヒュークバー山脈などが並ぶ。 二つの盆地がこれらの山脈の間にあり、エルズルム盆地、ハサンカレ盆地と呼ばれる、長く厳しい冬と短く気候の良い夏が繰り返す。最低気温は低摂氏8.6度であり、最高温度は摂氏19.6度である。平均年間降水量は4 5 3ト、mm、ルであり、雪が50日ほど降り、114日にわたって積もり続ける。 この地域はおおむねステップ気候であり、県域の60%程度が肥沃な土地に覆われている。森林は大きくなく、ヨーロッパ赤松と奈良に覆われている。東部はアラス川、西部はカラス川、北部はソーラ川のそれぞれの流域である。多くの天然湖があり、有名なものはトルトゥン湖でありウズンデリの滝に水を供給している。 水力発電所が1963年にトルトゥン湖の流れ込む位置に建設されている。この県には人工湖が3つある。この県にはヒッタイト時代からの居住が見受けられる。1915年のアルメニア人虐殺までこの町はアルメニアの歴史的地域区分が含まれ、アルメニア人共同体の支配が見受けられる。県域の多くは4世紀ローマ時代のエルゼンに、 編入されていた。ビサンチン帝国は国境近くに町を作り、テオドシオポリスと名付けた。アナトリア半島の交易の交差地点であり、ペルシャの重要な中心地であり、しばしばビサンチン帝国に攻撃された。10世紀頃はアルメニア王国の提携権の一部であった。1049年にはセルジューク朝の破壊と略奪によって危機に瀕し、コトエルゼンは支配された。 しかしテオドシオポリスは、この侵略でも生き残った。1201年までテオドシオポリスは、セルジューク朝やクルジア人による多くの戦役や攻撃から守られたが、1201年には、セルジューク朝に征服される。この後、1242年にはモンゴルに包囲され、破壊と略奪を受けた。14世紀初期には、セルジューク朝に戻り、イクハニッツの県の行政区になった。 さらにクロヒツ黒羊朝、ティムール、白ア朝と目まぐるしく統治者が変わった。1514年最終的にオスマン帝国に統合される。オスマン朝時代、この地域はオスマン帝国軍の基地として使われていた。1600年代はじめ、県はイランの脅威や県知事のアバザ・マメド・パシャの反乱を受け、イランに先導され、ジャラリの乱と合わさり、 1628年まで続いた。この後、1829年には、ロシア帝国に征服されるが、アドリアノープル条約によって、トルコに返還された。ロシアの詩人プーシキンは、この戦闘で、総司令官のイワン・パスビケッチに同伴し、いくつかの政治的なキャンペーンを記している。また、1877年のロト戦争で、ロシアによって、再度攻撃された。 この件は第一次世界大戦のカフカース戦線でロシアとオスマン帝国軍の主戦場となりエルズルムの戦いでロシアの司令ニコライ・ニコライビッチ大公によって1916年2月16日に占領されたその後すぐにブレストリトフスク条約によってオスマン帝国に返還されたエルズルムはトルコ独立戦争でも基地になり1924年に 県となった。土地のおよそ18.5%は高地であり、75%は永続的に作物を生産している。主生産物は穀物。土地面積の8.8%は森林であり、林業も栄えている。主な生産業としては、林業、農業、化学工業、繊維産業、軽工業などが挙げられる。この県には81の中小企業の工場があり、 多くはエルズルムの中心部に位置している。しかし、これらの多くは中小企業であるために、これらの生産工業は市場に求められる、必要量も少なく、生産力が低く、雇用数も多くない。現在、40余りの工場が創業を起こすところで停止している。牧草地も広く、牧畜にも向いている。しかし、1980年代の 輸入規制緩和によって牧畜は廃れた。生肉化工業の大規模な工業団地がこの分野を復興させるのではないかと期待されている。その他の食品産業には養蜂、マスの養殖などがある。地下資源として銅、クロム、鉛、亜鉛などの鉱物が採掘されるが残量が少なくもうすぐ枯渇するのではと考えられている。また、 多くの活炭が埋蔵されると考えられているが、硫黄と排成分が多く工業用にのみ使われている。また、マグネサイト、耐火粘土、石膏、マンガン、軽装土、大理石、岩塩、真珠岩なども少ないが採掘されている。地熱はあるが、これは地熱利用には向いておらず、温泉として利用されている。GDP は1997年統計。 米ドル換算で1160億ドルであり、トルコの1%程度40位である。交通は舗装されていない高速道路がある。東アナトリア地域最大の空港であるエルズルム国際空港はそのリソースの多くをトルコ空軍が使用している。この空港の滑走路はトルコ第二の長さである。近年、最大の経済活動は大学になってきている。 アタチュルク大学は256,745人の学生を抱えている。観光も産業としてあげることができる。観光客はスキー、カヌー、登山などを楽しむ。ありがとうございます。